まだ早いと思うよ。じゃあ任せるね、もう何も言わない。できたら教えて、美味しく食べたいからお願いもうできてると思うよ。じゃあ聞きましょう、そしたら。うん、もう聞くまでではないけど、ちょっと待って。マスル消した方がいい、ポケちゃんとでもある。うん、いや、マスル任せる、マスル任せる。火が強すぎ、任せる、任せない任せる、火が強すぎかな。でも、こっちはできてると思うよ。どれ？この2個だけ残しておいて、そっち取っていく。マンスール、じゃあ皿を。わあ、すごいいい香りするね。そう、全部ここ乗せて、で、今ご飯を、ご飯とトロロと、しんこ全員めっちゃ美味しそう。わあ、美味しそう、これは。私の白いシャツ黒くなる。言った、私の洋服あげようと言ってダメと言ったでしょ。エプロンうちはないから。冗談冗談。もう OK。 じゃあ消していい。これ電気止めた。電気じゃない、ね、消して消して。消したよ。消してない。そう、押す。はい。うわー、美味しそう。じゃあ食べよう。マンスル、私ご飯の準備するから、ちょっと待って。これ私の分でしょ。氷の分はないよ。ない、全部食べるの。あなた、私2つぐらいちょうだい。何、これ全部私のでしょ。で、私どうする。めっちゃお腹空いてる一緒に食べよう。一緒食べよう。マンスル置いて、私今ご飯の準備する。はい、はい、なんかすごい、この相反響おしゃれ。これすっごい美味しそう。見てね、じゃらーん。ご飯も炊いた。めっちゃいいな。これは私の分でしょ。小百合ちゃんは何、そんな少なめ作ってないじゃん結構ある。じゃあちょっと待って、これ覚えてる、あそこで買ったあの東京インテリア。あ、インテリアで買ったやつ。あ、そうなんだ。そうそう、かわいいでしょ。忘れてた。わあ、かわいいね。トロロもかけようか。そうね、トロロ今かける。ご飯のところで、座ってるところじゃなくて。じゃあ座ってるところ。そしたらここにこういうのは。あ、それ置いといていいじゃん。置きすぎ。スプーンでいいんじゃない。いい。じゃあかけようか。わかった、それでいい。あ、でもかけるじゃなくて。じゃあ、まっすぐ、はい、また5分食べたかったら、こっから取って。ありがとう。じゃあ、とりあえずはこれ持っていこう。そう、持っていこう。これ持っていって。これも持っていって。スープも持っていくね。スープもね。あ、とろろも持っていって。とろろ。トロロこのままでいいでしょ。そう、いいよね。トロロも持っていって。スープはどの皿に入れる。スープの皿、これしかない。そう、それでいいんじゃない。さあ、マンス困った。どう、これ開かない。開かない。マンス、これ全部洗うもの、後でマンスにお願いしていい。わかった、ありがとう。これもこう入れるよ。おいしそう。おいしそう、これ。わあ、これ本当に美味しそう。いいね、スープはいいね。ネギたっぷり、今日ネギ食べよう。なんかこのスープのネギは大好き。まあ、そんな方が多いね。なんで多く入れるの？大丈夫本当？いやいや。よし、いいね、できた。できた。まず結構洗い物多いね。あとおしんこね。おしんことビール。ビール、うん、ビール。でもできたじゃん。まっすぐめっちゃお腹空いてる。じゃあ見て、この音は。
マッスル、お疲れ。それなんかテレビのコマーシャルみたい。私これ大好き、このビル。美味しいよね。マッスル、泡ある方？泡ない方がいい。いいよいいよ、出してもいいし。いつも泡ある方でしょ、なんで落ちてる？泡ない方。なんでいつも忘れるの？合わない方でしょ。あ、そうなの。あれ、自分にも合わず食ったし。私、あのね、ちょっともうビールの我慢できないの。ちょっと、はい、乾杯、くわちゃん。美味しいな。ちょっと待って、おしんこ入れて、もう一個いこう。まず、手は汚くないから。これ知ってる、本当は大丈夫、大丈夫。これは手でやるからね。よし、おしんこもちょっと欲しかったら取ってください。マッスル、箸はどれがいい？箸？箸選んでください。あ、どれでもいいよ。これじゃん、白。私もこの青、青、青っぽいやつにする。よし、マッスル、座りましょう。ようこそうち。牛タンを食べましょう。ビール飲みながら牛タン食べましょう。これちょっといいね。ジャムかもね、ここにしよう。どう？すごいいいじゃん。いいじゃん。あ、醤油が必要ある。トロロの醤油。トロロの醤油。トロロに醤油かけるね。はい。まあ、それ床暖房ついてるから暑い。暑いね。暑けそう。アシスタ暑い。じゃあ座ってください。日本のスタイル、下で。下に座って食べるの。食べる。それ一番いいね。そうしよう。じゃあどうぞ座ってください。はい、食べる。じゃあこっち座る。そっち座る。私はここでいい。そっちでいい。じゃあマッスル食べよう。食べてみよう。まずはトロロをかけないと。そうね、まずはおしんこ食べないと。ちょっとかけていい？私自分の分かける。あ、これ多分すごい美味しそう、このトロロ。おいしそう。にぎしのもめっちゃ美味しいよね、ほんと。うわ、はい、マッスルちゃん、トロロ私あまり家で作らないね、本当。私も初めて作った家で。そう、そう、私も作ったことない家で。ちょっと醤油かける。わあ、これ美味しそう。混ぜて。こぼしたら怒られるから。こぼさないでしょ。ちょっとさっきにあのご飯とトロロを食べます。醤油かけた？かけた。すっごい美味しいよ、これ。わお。うん。かけすぎた。マンスル、本当お疲れだね。お疲れ様。でも大事なのはこっちの味。うん。マンスル食べてみて。本当に？でもすごい美味しい、これ。いただきます。焼けなかった？焼けるよ。美味しいでしょ？うん。わー、柔らかい、美味しい。マッスル、どう？あなた作った牛タン。すごい美味しい、本当美味しい。美味しいでしょ？うん、ね。そう、だから私お店で食べたらすごい。やっぱり塩コショウはいい。ね、そう。美味しい。塩コショウがいい。うん、いいね。しょっぱくないでしょ？うん。ちょうどいい。よかった。スープも飲んでみよう。せっかく作った。スープは？うん。トロロの味、なんか煮干しと変わらない、うん、美味しいよね。スープは？よろかい？いいね、これも美味しい。うん、いいな、うん、じゃあ私も早く食べ、お腹空いてる。ハサミでね。そう、ハサミないと食べられない。コリちゃんの友達も来るん言ってなかったっけ？言ったけど、なんか忙しかったみたい。ああ、来れなかった。うん。ちょっとあの、やってみよう。私はね、そんなに大きく食べられないし、噛めない今私。いいよ、私やってあげるよ。そうか。あ、でも柔らかい。ちょっと食べて。うん。すごい美味しいから。
クーリちゃんは歯のあれ治療やってるから、ね、治療やってるから、そう今噛めない何も柔らかいものしか食べないけど、このぐらいの大きさがいい。うん、すごい美味しい。すごい切れる、すぐ切れるでしょ。ね、そう、すぐ切れるし。ありがとう。じゃあもうこれで、いいね、食べて。まずどんどん食べて。私スープとおしんこと。すごい。いやでもこんな牛タンは美味しい。ね。味はこれ日本の牛タンでしょ。うん。だから味はすごい。うん。幸せ。すごい美味しい。まあ、そのためにビールも忘れないで。ね、ビールはね。まあ、それご飯を代わりお願い。食べる。だって炊いたから。ああ、後で食べる。そうそう。うん、いいよ。はい、乾杯。乾杯。うん。あ、このスープ美味しい。うん。マッスル、どう私の料理は。美味しい、美味しい、本当。上手だな、クリちゃん。これすごい美味しくできた。うん。全部美味しいよ。このトロロ大好き。やっぱりトロロにね、醤油かけると味出るでしょ。そう、醤油は大事。もうよう回った。うん、食べ過ぎた。まあ、それ食べて、残すダメだ。残すだって、私せっかく頼んだよ。まあ、それと一緒に食べたかった。牛タン大好きなのね、二人とも。うん、美味しい。ね、マスル、ご飯おかわりした。おかわりした。マスル、この牛タン美味しいよね。これ近くない。近くない。だってさっき遠かった。さっき遠かった。ちょっとトロロと、もうちょっとこっち来てます。もうちょっとそっち行こう。なんでこんな暗く見えるかな。そっちのあれだよね。マスル、トロロと最後の牛タンマスル食べるよ。もう私もお腹いっぱい。もういっぱい食べた。残すわけないでしょ。残さった。うん、とこいちゃん食べるね。うん。スープも美味しかった。でも私は今歯の治療なのに、この牛タン柔らかすぎて食べましたよね。そうね。本当に美味しい。歯の治療危ないし気をつけない。皆さん、あの家で牛タンを作りたい方はすごい簡単。マスルとも15分ぐらいで全部スープから、あのご飯もさっきから炊いたけど、スープからあのお肉、スープも15分で終わりましたので、ぜひこの牛タンは家で食べたい方は食べてみてください。あの注文してみてください。本当にとても美味しかった。私は青店で一回食べたから、どうしてもこの牛タンも一回食べたいと思った。で今日はマスルちゃんと2人で作ってうちで食べることになりました。マスルどうだったの。超美味しかった。本当に美味しかった。でしょ。食べてみてください。そう、すごい美味しい。残った牛タンのちょっとだけ取っていい。カットする。いいの。すっごいちゃん食べていいよ。もう私食べた。いや私全部食べられないから、もうお腹いっぱい。このぐらいでいい。は、仲良くしましょう。あとマッスル、なマッスル、なんでトロロつけないの。うん、口の中に入ってる。入ってる。トロロ、あ、忘れたの。トロロ、うん、だってまだ残ってる。せっかくあなた一生懸命やったでしょ。食べようよ、全部。トロロも捨てよ。うん、このトロロいいよね。本当にいいね。うん、クリさん食べて食べて。うん、これ取って。小さいのは私。私これだけでいい。クリさんは。私はこれね。どうすごく、うん。
食べ過ぎた。まずい。ごちそうさまでした。これダメ。おしんこも残ってる。ビールも残ってる。まず残っちゃダメ。残さない残さないビールも。でもね、すごいこのスープは美味しいです。私はネギは食べないけど、ちょっとこの間からネギはすごい血の流れにとてもいいみたいので、この間からもう自分に約束した、これから頑張ってネギを食べるようにしようかなと思った。なんで今笑ってるの？健康のこと私考えてる、あなた笑ってる、おかしくない？シンコ食べながらなんで笑うとこじゃないよ。ネギは体にいいみたいで、そう、ね、食べます。食べるかな、だ食べる、塩だけじゃないかな。見て今食べてる。でも本当ボイルすると全然食べれる。そうそう、うん、生でちょっとあれ、そうそう、あの味噌汁の入れてる、どっか寿司屋行くとか、うん、味噌汁持ってくると、あのネギだと無理、あまだ生臭いでしょ。そう、生、これはすごいボイルしたから全然食べられる。これさえ使ってる買わず、あの何、お皿全部きれい。ありがとう。まず美味しかった、本当に美味しかった、うん、久しぶりに家でご飯作って。本当にもう食べないの？もう食べないよ。全部ない。もう洗うの私だよ。私掃除機かける。まあする洗い物、洗い物。この子誰？パンジのおもちゃ。パンジちゃんのおもちゃ全部食べました。じゃあマッスルちゃん、うん、お願いしていいですか？皿洗っていいですか？お願いします。全部洗うよ。全部食べた。ほんと美味しかった。ごちそうさまでした。とても美味しかった。よかった。でも牛タン好きな人たちが多いかな。私たちだけ？僕より日本人好きだと思うよ。うん。マンスル本当に洗ってくれてる？偉いでしょ、たちは。偉い偉い。マンスルすごい綺麗になった。ありがとう。綺麗でしょ？すごい綺麗。とか掃除してほしいところとかあるの？え、何やってくれるの？もう全然いい。給料払えないよ。え？給料払わないよ。給料ちょっとだけ払えばいいじゃん。マッスル本当にすごい綺麗になった、ありがとう。私より上手、すごい上手。ここら辺はどういうこと？あ、ねえ、あそこなんかでも綺麗。そう、綺麗。ありがとう。マッスル、マッスルなんか欲しい？コーヒーとかコーヒーコーヒーは欲しいと言ったけど、もう、うん、外で飲もうとかで、ね、でもせっかくお湯を沸かしたのに、あのコーヒー飲まなくていい？外で。あ、大丈夫、本当外で飲もう。マジで、じゃあ私正直かけて終わりにしよう。でも美味しかったね。これだけ洗えなかった。どうしようかな、これは。もう捨てるしかない。あなたをみんな教えてくれるから。教えて、で何？教えてくれる？来週まで置いていくの？そう。教えてくれるまで。でも本当にこれどうやって洗うのかな？結構洗ったでしょ？その後は人参吸った方がいいんじゃない？人参を吸って、それで。そう、この後は人参吸ったら、人参はこれをきれいにするんじゃないの？本当の話これ。それ、まあまあ。でも本当かも。そう、できると思う。うん、ありがとう、マス。今日お疲れ様でした。お疲れ様でした。でも美味しかったでしょ、あの牛タン。美味しかった。これちゃん、私の靴下見た？見たよ、かわいい。これなんというこの。かわいいって言ったよ。マスに合わないけどね。これなんというの、このキャラクターの名前。このキャラクターなんだっけ、なんだっけ、マッスルに合わないよ。なんだっけ、すごい有名なのに。上はすごい真面目な T シャツで、下を見たらなんじゃこりゃと思う。スノッピー。あ、スノッピーちゃん。そう、スノッピーちゃん。どうしてスノッピー買ったの？もらった？買った？もらった。もらったから今日なんかこれあったかいから履こうかなと思って。なるほど。これで綺麗になった。これで家の掃除。合うよ、全然合うよ、うん、おー、綺麗。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です、美味しかった。
皆さん、今日も最後まで見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。今日はマンスールと私の家で牛タンを作って食べました。とっても牛タンはインターネットで見つかってよね。そう、インターネットで見つけて頼んで、今日はマンスールと作って一緒に食べました。いただきました。で、この牛タン頼んだサイトは、ショップオムライはラ・ボンバスというお店から頼みました。西麻布にこのお店あるね、日本食だけど、ラ・ボンバースはフランスの名前になってるからすごい面白い、はいはいはい、で本当にあそこのシェフは料理、牛タンだけじゃない、いろんな日本の料理が作ってる、すごいみんな美味しかった。あと、このお店はミシェランは1なんだよ。あ、そうなの、知らない。だからミシェラン何、ミシェラン1、5ブツまである。5、何だって見ます。ミシェランの一番でいいんじゃない。一番じゃなくて、ミシェランはワンスターを取ってる。星あるでしょ。あ、本当。そう、このお店はミシェランを星1というの。星1と言わないけど、いや、このまあどうでもいい。そう、このお店はミシェランを取ってるお店なので、本当にとても美味しかった。それでインターネットオンラインショップでこの牛タンを頼んで、マンスールさんと今日食べて本当に感動しました。美味しかったです。熱くて柔らかくて、すぐ焼いたし、とっても美味しい牛タンでした。すぐできるね。すぐできた。そう、時間かからない。マンスールどう思った、今日の牛タン。すごい、本当美味しかった。本当美味しかったね。ごちそうさまでした。こちらこそ、今日一緒に私とランチできてごちそうさまでした。マンスールさん、お疲れ様です。ここまで来て、私に花も持ってきて、花まで持ってきてくれて。あ、その花、あ、これ。この花はどうしたの、なんで。なんかこの花ね、うん、買うときに、うん、なんか、4つの花が置いといて、花畑置いといて、で、その人になんか、どっちか買えばいいですか、うん、なんか女性に買いたいんだけどって言ったので、4種類があって、そのかわいい花で、それで素敵花、うん、で、その後はおしゃれの花。え、そんなで、そう、いろんなの置いてあるから、だから可愛い人に買うか、おしゃれな人に買うか、綺麗な人に、なんかで、例えばおしゃれの人だったら、そう、どういう色。おしゃれの人はなんかちょっと茶色っぽかった。茶色とか、そう、まあなんかいろんな色だけど、うん、でも茶色も、茶色の方が多かった。可愛い方が言ったらピンクだった、うん、あ、そうなんだ。そう、でもおしゃれとピンク、おしゃれと可愛いと、なんか綺麗と、どっちにすればいいかなって考えたんだけど。で、これどっち、かわいい方。これかわいい方。かわいいでもありがたいよ。でも綺麗でしょ、かわいいじゃないマス。そう、だから綺麗は何色だった。綺麗は青。青、そう、なんか青っぽいのは多く、青というか紫は多かった。あ、本当に。そう、だから花買うときに、なんかいろいろあるから、買うときに花屋さんに聞いた方がいい。なるほど、知らなかった。おすすめが教えてくれる。そう、私花あまり買わないから、花、私花買うときにやっぱりあまり買わないけど、いっぱいもらうね。私買うときにやっぱりお墓行くとき。あ、そうなんだ。あの時しか花買わない。あとはもらう方かな。たくさん、女性だからね。女性だからたくさん花もらってる。まあ、それでもありがとうね。顔、そういう色、私ピンクは大好き。うちにも置いてある花はピンクだから。可愛い系にした。ありがとうございます。とてもありがたいです。マスルちゃん、今日はね、私の家で一緒にご飯作ってくれて、一緒に食べてくれてありがとうございました。こちらこそ。皆さんも最後まで見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。ぜひ、本当に、なんという、静電じゃなくて、本当の話は、この牛タンはとっても美味しかった。美味しかったね。ぜひ、オンラインショップ下に貼ってありますので、ぜひ買ってみてください。一回だけ家で食べてみてください。本当に美味しかったです。この上に上がりたいって。でも向こうの部屋パンチが鳴いてる。そう、だって上に上げて、上に上げてってずっとゆりちゃん、足をしてる。ゆりちゃん。で、皆さん、ここで今日の動画を終わりにしたいと思っていますので、これからライブに行きますから、ぜひ次の動画までに楽しんで待っててください。
ありがとうございます。日本大好 き、牛タン大好き。もう牛タンは毎日食べたい。いい牛タンに出会えてとても良かったです。オンライン勝負ぜひチェックしてみてください。家で作って時間ない方、子供たちがいる方、家族多い方、ぜひ買って、あの夕食をすぐ作れるから、15分で作れるから、とっても美味しいこの牛タンでした。ぜひチェックしてみてください。日本大好き。